こんにちは、コストコガイドの浜美です。私はコストコが大好きすぎてブログやウェブメディアでコストコ専門ライターをしています。今回は2020年10月20日にコストコで購入した商品をご紹介します。金曜日に行くと割とガラッと店内の割引品が変わっているので、金曜日にコストコ散策に行くことが多いのですが、今回は都合の関係で急遽火曜日に行ってきました。金曜日よりも混雑が落ち着いていて回りやすかったです。では購入品をご紹介していきます。まずはじめにご紹介するのは MJB コーヒー 1kg、 お値段は200円オフで798円でした。すでに粉に引いてあるタイプでフィルターが必要になります。コーヒー豆の原産国はブラジルとエチオピア。4日前のコストコでコーヒー豆を3種類購入しているのですが、その時にこちらも割引していたんですよね。割引という言葉とせっかくなら飲み比べてみようかなという思いもあり、勢いで購入です。続きまして、山本コーヒー 1kg、 お値段は200円オフで768円でした。こちらも粉タイプでフィルターが必要になります。先ほどの MJB のコーヒー同様、割引されていたのでせっかくなら飲み比べてみようと思い、勢い余って購入です。我が家のコーヒーコレクションはこれで5袋になりました。賞味期限以内に飲み比べなければ。続きまして、新潟県産雪国エリンギ 500g 298円でした。元値は359円との表示がありました。今回お試し初購入です。少し前から野菜コーナーで見かけるようになったこちらのエリンギ、大きさは大小中バラバラですが、これだけたっぷり入っていればありかなと思います。キノコの美味しい季節になりましたね。我が家ではニンニクバター醤油で炒めて食べるのがお気に入りです。量はたっぷり入っているんですけれども、ラベルの方にこちら、キノコを冷凍すると旨味が作られやすくなりますと記載がありました。しめじは冷凍できるって知ったんですけれども、エリンギの方もできるんですね。また実験してみたいと思います。続きまして、メキシカンサラダラップ、お値段は899円でした。具材がぎっしり巻かれたラップサンドが5本入っています。少し前までタンドリーチキンラップという商品が販売されていたのですが、そちらと入れ替わりまして、久しぶりに再販売された商品です。心待ちにしていたファンの方も大勢いるとのことです。実は我が家では初購入、お帰りなさいの思いを込めて買ってきました。全計測してみますと、1本あたり約 209g の平均値です。コストコ会員証とのサイズ比較はこちらになります。中にはもうぎっしりたっぷりとも野菜とチキンが詰まっています。なかなか食べ応えあるサイズ感ですね。ちなみに中身の全計測はこちらになります。結構いろんな具材が入っているんですね。うん、ではでは早速いただきます。いただきます。うん、蒸し鶏は照り焼きのような甘い辛いお味でしっとりしています。コールスローのような野菜と、あとレタス、トマトのシャキシャキ食感がいいですね。そしてふとやってくるハラペーニョが結構辛いです。うん、結構辛いです。酢漬けされているので、最初の一口目はほんのり甘みもあっていけると思うのですが、後からもうハラペーニョの辛みが押し寄せてきます。子供たちはハラペーニョだけ抜いたのですが、それでも辛みを感じてしまい、4歳の下の子は食べることができませんでした。大人向けの商品ですね。ただ私は辛いものが苦手なので少し刺激的に感じてしまいましたが、この辛みが好きな方にはたまらないんじゃないかなと思います。照り焼きのような甘めのタレの中にハラペーニョの刺激的な辛さのハーモニーが絶妙な商品じゃないかと。辛みが苦手な私でも辛いと言いつつ、またふと食べたくなるような印象があります。さすが人気商品ですね。はい、こちらで
1本でお値段は180円なので、コスパの方は割と良いのではないかなと思います。美味しくいただきました。ただ賞味期限の方が加工日から2日間なんですけれども、翌日になりますと結構トマトだったり野菜から汁気が出てしまってべちょべちょなってしまう印象がありました。食べる場合はなるべく当日に食べきってしまう方がいいかなと思います。続きまして、ハムレットクリスピーアソート、お値段は968円でした。チョコレートがポテトチップスのように薄く形取られた商品です。以前ミルクチョコ単体のパックを購入したことがありますが、今回のアソートタイプは初購入です。箱を開けてみるとこのように4種類のフレーバーが入っていました。1箱ずつ賞味期限の方も印字されていますので、シェア買いだったりお裾分けプレゼントにもいいですね。種類はこちらがキャラメル、そしてダークチョコ、あとはオレンジで、こちらがストロベリーになります。ちょっと時間の都合で後日ブログやインスタの方でみっちりぎっちりレポしたいと思います。続きまして、スターバックスホリデーセット、ステンレスマグタイプのものになります。お値段は1セット1348円でした。コーヒー豆 70g とステンレスマグの入ったセットになります。今回初めて見かけて思わず色違いを2セット購入してしまいました。シルバーとブラックになります。サイズ感としてはコストコの会員証と比べるとこういう感じになります。ちょこんと可愛いリボンがついています。そしてこちらの方にですね、ハッピーホリデーギフトセットという風に書かれたタグがついていまして、こちらのタグなんですけれども、ゴムの方をちょっと上げてみると、中の方にメッセージ To From っていう風にメッセージを書くものになっているんですね。はい、特に値段のシールなどもないので、このままプレゼントしても良いかなと思います。とっても可愛いのでテンションが上がってしまいますね。シンプルなデザインなので、年齢だったり性別関係なくおしゃれにスタイリッシュに使うことができるんじゃないかなと思います。ちょっと開けてみましょうか。リボンで直接巻いてあるんですね。リボンで巻いて、さらにこの結束バンドで止まってますね。結束バンドで開けてみますと、こんな感じで入っていました。こちらのコーヒーの方は限定表示のあるホリデーブレンドと書かれたコーヒーですね。クリスマス仕様のパッケージで、なんとも可愛いですね。そしてタンブラーの方なんですけれども、こういう感じになってます。で、なんか蓋が直接この中敷きというか段ボールの方についてて、ちょっと外すのがですね、なんだろうこれ、こういう、なんだろう、よいしょ、ちょっと蓋に直になんかのりっていうか、ちょっとなんか ガムというかグミみたいのがついてて、あ、外れました。あ、綺麗に外れたので大丈夫ですね。なんかペタってもこういうネチョネチョのやつに蓋が直にはっついてる感じになります。こういう感じですね。と、中がステンレスになってて割と軽いかな。で、蓋の方はこちらプラスチックかな、はい、はい、重さの方は蓋も込みで 286g でした。はい、めちゃくちゃ重いっていう感じでもないですね。商品ラベルによると、こちらですね、保温効果の方は50度以上で6時間ほどだそうですね。心強いですね。あとはですね、ドライアイスや炭酸水、炭酸飲料の方は入れないでくださいとの記載があります。あとですね、丸洗いをしないでくださいとも書いてあるんですね。どういう意味でしょうかね。あとですね、こちらちょっと面白かったのが、実用量の方が5リットルというふうに書かれていますが、さすがの私でもこちらに5リットルは入らないんじゃないかなという印象があります。はい、私もよく言葉遣いが独特だよと友達に言われることが多くて、あと誤字脱字も多いタイプなので、ちょっと親近感を持ってしまいました。実際に中身を入れてみました。ちょっと容量を測ってみましたら、結構上までたっぷり入って、こちらで 400ml 入りました。たっぷり入ります。蓋をすると360度回転しても中身は漏れませんでした。ただ使う前に
蓋を洗った時にこういった細かい部分のところに水分が入ってしまって、軽く拭いただけだとその水がちょっと斜めにすると出てきちゃった感じだったんですね。なのでラベルにあった丸洗いをしないでくださいというのは、このボタンとか細部のことを指していたのかもしれません。ちょっと詳細がわからないのですが、はい。でもちょっとこうやって倒れたぐらいでは漏れないので大変便利かなと思います。直伸びタイプなのでリュックの中でこうやってガチャガチャしちゃうと良くなさそうですが、手持ちのバッグにこれ立てて入れておくのは良いと思います。お仕事なんかにもいいんじゃないかなと思います。飲むときはこちらの上のボタンをワンプッシュしてもらうと口が開いて中のものを飲むことができます。飲み終わったらもうワンプッシュすることでここが閉まります。大変便利なタンブラーだと思います。このホームページを見てみたら、300から 400ml 以上入るステンレスマグは 3,4000円以上はしていました。今回限定のコーヒー付きで1300台で買えたので大変ラッキーでした。皆さんかなり注目されていたので今後の在庫状況が気になります。大満足のお買い物でした。以上7点で合計6427円のお買い物でした。4日ぶりだったので食料品はそこまで買わずに済みましたが、スタバのステンレスマグなど予想外に買いたくなってしまった商品があり5000円を超えてしまいました。ただ他の商品も割引額だったり商品の品質などもトータル的に加味すれば全体的にお得に買えたのではないかなと思います。以上、2020年10月20日のコストコ購入品ご紹介でした。タンドリーチキンラップという商品が今まであったのですが、そちらと入れ替わりまして、少し前から久しぶりに3杯倍さ。飲むときはこちらの上のボタンをワンプッシュすると、ここが開いて飲むことができます。あれ、ボタンが足らなかった。私はコストコが大好きすぎて、コストコのお得情報や裏技などをちょっとマニア的にブログで発信しています。Twitter や Instagram でもコストコのお得情報を発信しています。URL を概要欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。YouTube のチャンネル登録やグッドボタンを押していただけたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。